あなたの復活はね、2つポイントがあってね、1つはね、3分で話しました。1つはね、彼はマリアとマルタの兄弟、マルタとマリアの弟がラザロで、ラザロが病気にかかった時に、死んだんですよ。病気にかかった時に、イエス様のところに来るわけですね。そして、あなたの愛しているものが病気です。あなたの愛しているものがって言うんですよね。すごいの。で、聖書もはっきりイエスを愛しておられたって書いてあるから、本当にラザロも愛されてると思ったし、イエス様も愛した、もちろんそうだけどね。ところが、イエス様は愛していたにもかかわらず、すぐに行かないで、なお二日とどまれたって書いてあって、ラザロがいたところに着いた時はもう死んで4日経ってたって。4日経ってよかったなんて言えないですね。で、これなんか言ったら、愛しておられたにもかかわらず、すぐに来てくれない。で、マルタとマリアはどっちも同じこと言ってるんです。あなたがここにいてくださったら、つまりいてくださったら治ったはずだって。いてくださったら死にはしなかった。ということは、マルタもマリアも信じたんです。イエス様さえ来れば絶対に治るって。どんな死にかけていても大丈夫。どんな死にかけても治る。信仰があったんです。でもマルタもマリアも生き返る、蘇るなんて信仰はなかった。その場所でね、最後に蘇ることがあったけど。これはね、で、イエス様面白いで、いきなり聞いてこう言ってんね。この病は死で終わるものではなくて死んでないって言うんだよ。死で終わるものではなく神の栄光のためですって。死んでないのに死だってはっきり言った最初から。つまりイエス様の方は最初から死んだ後に蘇らせることに計画を持ってた。でもそんなこと我々はラダロ聖書読んでるから安心して読んでて、ああ、ラダロ復活すると思って安心して読んでますけど、普通考えないでしょ。しかも4日経ってから。すぐならまだ悲しも4日も経ってから。ありえないじゃないですか。そうですね。だから、何かというと、イエス様は、死んでよく語っても、絶対不可能のところから、腐ったところから蘇らせることに結構思っていた。でも、その時、すぐ行かなかったのは理解できなかった。マルタもマリアも、イエス様を愛していたり、信じていたから、恨み事ではないけど、いてくださったらって思わず言った。私たちの人生に同じことが起こることがある。理解できない。なぜ神様愛なのにこうするのって。こんなに祈ってるのになぜなのって。信じてるのにどうしてこうならなかったのっていうことは必ずあるんです。でも私たちの信じてるその信仰よりももっと大きなことを、もっと広いことを神はなさりたいことがある。ラダロを癒すんじゃなくて蘇らせる。しかも4日経って蘇らせる。これはありえないことです。繰り返しますよ。今我々は読んで知ってるから安心してるけど、普通ない。考えられない。不信仰ってかわいそうですよね。考えられない。でも神様にはそこに計画があった。でもなんね、すぐ答えられないとき、思い通りにならなかったとき、なんでこうなったのと思ったとき、いいですか、神に期待してください。私よりはるかに高い神様が、私を愛すること以外できない神様がこうされたってことは、私の及びもつかない神の計画があるんだなっていうことなんです。そして二つ目は、その墓の前に来られてね、まあその後墓の前に来られて、流れた後墓の前に来られて言ったんですね。一生取り除きなさいってね。ね、そしたら、マルタは言うんですね。いや、もう臭くなっておりましょう。そしたら、もしあなたが信じるなら私の神の栄光を見るって言ったではないかと。あ、出してくれてんだね。急いでね。ありがとう。ね。って言ったんですね。ね。つまり何かったら、信じるなら神の栄光を見るって言ったんですね。で、この信じるなら神の栄光を見るって言った時に、じゃあ信じるって何かって、石をのけることなんです。じゃあマルタもマリアも石をのけたらラトロが蘇ってくるとは思ってないんです。腐ってるマダロが出てきてね、うわ、なんか嫌だし、愛する人の腐ってるの見たくないでしょ。もうちょっと経ってからだったら一緒いけど、ね。でも、イエス様は信じるなら神の栄光を見るって言われたので、このように信じるってことは、石を取り除きなさいってことに従って石を取り除けることなんだ。でも、石を取り除けてしまったら愛するマダロが腐ってきてるんだ。見たくもないし、見せたくもないんだけども、イエス様がおっしゃるから、とにかく石を取り除けた。従ったんです。従うことが信じることなんです。その時、おそらくマルタもマリアも生き返ってくるなんて考えてなかったっていうか、誰一人考えてなかったと思う。イエス様は、父なる神に感謝されて、そして言われたんだ。ラダロ出てきなさいって。そしたら、ラダロの霊はラダロに帰ってきて、ラダロは生き返ったんだ。腐ってなんかなかった。腐ってなかったっていうか、わかんない。腐ったのかもしれないけど、いっぺんに持ったのかもしれないし、腐ってなかったってわかりません、それは。とにかく生き返ったんだ。これね、従った時なんですね。あれ面白い。イエス様だったらね、別に石取り除けなくてもね、石に向かっていく。石を邪魔だ、どけとか言って石がピュルピュルと動くじゃないですか。ね、石の向こうにラダロ出てこいって言ったらね、ラダロが中からギューと石を押して出てくるかもしれませんよ。いや、真面目に。イエス様はできるでしょ。でも、マルタと周りに、あの時マルタなんですけども、石を取り除けなさいって言って、彼らが信じること、つまり従うこともない。で、繰り返しますよ。
復活する、蘇るなんて、まずあの文脈から言って、想像しなかったというか、考えられなかったと思う。発想になかったと思う。でも、石を取り除けたんです。愛する者の腐ってるのが見たくないんだけど、石がおっしゃるから。従った時に、奇跡は起こったんです。こんな状況で路上に立って、ね、恥をかくだけ、ね、こんな状態で、ね、インスタグラムを始めたって、なんか混乱するだけって思っても、神がおっしゃったんなら行きましょう。神がおっしゃったんなら始めましょう。神様がおっしゃったのでおっしゃってないのにやると言ってませんよ。おっしゃったんならなぜか、その時神様が働きを始めるからです。奇跡が起こるからです。私の考えもしなかったことを神はなされるんですね。それをね、知ってほしいと思います、ね。まあ、これがラザロの復活のことですね。今日は2つ説教しました。ここで終わりたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちを選んでくださって、ここに置かれ、そして使わされていきます。身をつけるために、そして私たちが祈るとき、あなたは怖いほど答えてくださいます。あなたは本当に真実な神です。また私たちが祈っていて、もう愛の神様だったらどうしてと思いたくなることは許されることがあります。私たちは本当に小さなものなので、私たちの考えでしかものを考えられませんが、あなたは私たちよりもはるかに高いことを、私の想像もできないことを考えておられて、私の人生の中に素晴らしい勝利と祝福を用意されていることをありがとうございます。どうですか、私たちが落ち込んだり悲しんだりするのではなく、私の理解できないはるかに高いことをなさる神様に期待をして、イエス様、あなたのおっしゃることに石を取り除けなさいとおっしゃった主のように、石を取り除けてラダルを蘇るという奇跡を見ることができるように導いていってください。